国会では新型コロナ特措法と感染症法の改正案の修正協議が始まり、入院拒否の場合などに課す懲役刑の削除などについて与野党で協議を行っています。今日から始まった修正協議で野党側は感染症法改正案に盛り込まれた罰則のうち入院拒否者に対する懲役刑について重すぎるなどと批判しています。これを受けて与党は多くの会派の同意が必要だとして懲役刑を削除することも検討しています。ただ自民党幹部からは他の感染症法には懲役刑がある、コロナだけを外す大義名分が必要などの慎重な意見も出ています。また特措法改正案の行政罰についても野党側の批判を受け営業時間短縮の命令を拒んだ事業者への過料の減額を検討する方針です。政府与党は来月初旬の成立に向け明日も修正協議を行う予定です。